白爪草を1本、2本、3本くらい縦に並べます。4本目をこう当てたら、花と花の間を通してくるっと回して、こんな風にします。これを繰り返していきます。花と花の間を通してくる。ここまでくると、短いのが出てきますが、そのまま巻いていきます。最後の方はできるだけ軸の長いものを使ってください。花冠に十分な長さになったら、最初のところと合わせてこの長い軸をくるくると巻きつけます。そしてこちらに持ってきますね。くるくると巻きつけながら、短くなったら裏側に回してこの間に入れてください。そして次に長いものでまたくるくると巻きつけていきます。で、間に入れ込みます。最後の短いものはこの間に全部入れ込んでください。そうするとこうしっかりとつきます。これで花冠の出来上がりです。